れだからあれにした制服、制服にしました。今日は3月31日ラスト JK なので LJK。 なんか制服久しぶりに着たからなんかすごい変な感じする。コスプレしてる気分。そう、明日からコスプレですね。そうだね、全然、うん、でも制服好きだから、なんか制服好きなんですよ。だから普通になんか多分明日からもうしれっと制服着て出かけてるかも。そう、なんか全然休みの日とかでも制服着たりしてたなって思う。本当に久しぶりに着た。でも夏とか去年の夏とか秋ぶりとかかな。めっちゃ変な感じ。テロップ出しとこ。ツインはよくやりますね。ツインがなんか髪型の中で一番好きなんですけど、なんか好きすぎてでもツインしたらなんか元気なくなるんですよ。なんか私が好きなツインテールの女の子たちはこんなに可愛いのに、なんで自分はこんなにツインテール似合わないんだと思って、なんかどんどんなんか病んじゃうでもツインテール好きだからツインテールするんですよね。矛盾を。そう、なんかも、いや、なんか理想が高すぎてツインテールの、そうそうそう、まあ、するんですけどね。だからツインテールした日、今もなんかツインテールしてさっきちょっと自撮りしたんですけど、なんかうわ、もうなんかもうなんでこんなのやろうと思ってテンション下がってました。そう、なんかねポニーテールが多分髪型の中でいっちゃんしっくりくるんですよね、自分的に。でもツインテールが好きなんですよねめんどくさいやつ。でもなんか自分以外の人間全員ツインテールにはマジで、うん、メンバーで、でも M とかやったら堀之内桃香ちゃんの高めツインとかめっちゃ好きかも。あとアンチュさんもツイン好き。そうそうそう、桃音さんのツインもめっちゃ好きやしツインテールの女の子はみんな大好き。そうそう、あ、でもなんかこのもっと高い位置でのツインはなんか特別な生誕祭とかそういう日にしかせんとこうっていう公演の時はね、なんか謎の決まり事があるんですよ。だからなんかそれまでにツイン似合う人間になろうって思いながら生きてます日々。そう、なんか人生の目標なんよ、ツインテール似合う人になるのが本当に好きすぎて、それが果たせないうちはちょっとまだまだあれですね。そう、まだだからちょっともうちょっとね頑張らんと。そう、なんか本当になんか理想の人間になりたいよね。私本当に矢沢にこちゃんが好きで、もう本当に好きなんですよ。だからアイドルになったんですけど、そう、でも二次元の人を理想にするともう
ダメね、ダメ、本当にダメ。慣れんのは分かるんですけど、何、中学生の時とか、なんで自分三次元に生きとるんやろうって毎日泣いてました。これはアニメ好きな人あるあるかもしれん。なんで、そうそう、二次元最強よね。本物の制服？分からん。え、偽物の制服が分からん。本物、え、でもそんな学校の制服とかは着ませんよ、それは。じゃあ偽物の制服なんかも知れん。うん、そうそう。下はスカート履いてますよ。なんか水色のやつ。うん、そんなガチの制服着るって配信する人は多分あれやばい、やばい、怒られちゃう、怒られちゃう。夏の催眠術、偽物のが可愛い。わかる、わかる、わかる。私もだからリボンとかめっちゃ集めてました、めっちゃ集めてました、本当に。金けど、これもあるし、あとこれはシンプルにコスプレのリボンなんですけど、やつを買って家で一人で着て遊んでた。いや、ピンクが好き。青系は、そう、でもスカートはなんか青か緑が良くて、ピンクが赤が好きなんですけど、その矢沢にこちゃんが青緑系のスカート履いとるから、そういう系のスカート集めてましたね。シンプルにオタク、だからこのピンクのカーディガンなのもシンプルにオタクやから。ピンクにしました。シンプルにオタク、マジで。うん、本当に人生オタクすぎて、だってアイドルになったから本当に人生変わるよね。やっぱ、あかんな。こんなのがしっくりくるな、やっぱり。アニメの制服ってめっちゃ可愛いよね。でも、うん、でもなんかそう、実写にするとコスプレ感出るから、髪伸ばしとる、髪はね、なんかこれぐらいまで伸ばしたい、これぐらい。ゴム今どこやったかな。エヴァの制服ね、安定よね。よし、お、すっきりした。やっぱあれよね、自撮りはいいけど配信はポニテの方が自分がしっくりくるかも。こってしちゃった、失敗した。安定のポニテ。でもショートには
せんな、ツインテールできんくなるから。夏の催眠術が頭から離れん。最近は今日は夏の催眠術が一日中流れてて、あとなんやろ、この辺なんか飲むのも夏の催眠術混ぜた現実手が見えない。お正月にやったな。ママママカネイタドルダダ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 君に君に宇宙一回しか踊ってないからちょっとおろぼやわ。なんやろうな、でもめっちゃダンス好き。モーサマシン3号機もいいよね。初めてなんか踊った、もう2年前やから忘れた。好きかも、なんかそれはダンス NMB 入ってからですね。全然踊ったことなかったから、あ、全然踊ったことないわ、嘘。うん、なんかそう授業とかそういうのでしか踊ったことなかったから苦手でしたね。ダンスはめっちゃ苦手でしたっていうか今でも苦手ですね。コノミンさん振り付けの曲全部好き。孤独ギターも好き。なんだね、うん、出て何ならで何に何なだてと愛のか。でもたまに家で踊りますね、気向いた時とか。なんかこの間何踊ってたんだろう、なんか急に踊りたくなって、あの空腹で恋愛をするのを踊ってました。僕がもう少し抱いたんなら好き、めっちゃ好き。宇宙熟語ガールズも可愛いよね。何の曲が振り付け好きですか、皆さんは。なんだろう、ショートカットのやつね。なんかあそこ好き。2番のあんまそんな踊ったことないから詳しくね。失いたくない、うん、何やろ、なんか I love you のとこで手見るやつが好きですめっちゃあれやけど、ピークね、表面張力もかっこいいですよね。バータリゴー楽しい楽しい。ガッツキガールズわかる、ガッツキガールズ曲が好きかも。結構好き。片思いより思い出よね、いいいい。何倍公演の曲全部ダンスめっちゃ好きかも。ロードス出た、ロードス、ここがロードスだ、ここで飛べね。法定速度ね、絶対あれ踊れん、いつも思う何してるか分からん。高根のリンゴ難しかったな、最初全然覚えれんくって。なんか高根のリンゴめっちゃダンス難しくて踊れないから、なんかライブの時かな、研究生が初めて踊った時にみんな居残りさせられて、なんか踊れた人から帰っていいよみたいな
自信ある人だけ帰っていいよみたいな感じで、そんな言われたら帰れないじゃないですか。でもナナホが真っ先に帰ってたのがめっちゃかっこよかった。そう、でも私なんか振り教えられて一晩寝ないと頭入らないんですよね。いや、あきら先生じゃないですね、高根は。そうそう、一晩寝ないとなんかダンス覚えれんくて、だから全然なんかもう集中力なくなってきて、一回帰って明日の朝やりたいけどなんか覚えてないから帰れんし、どうしようみたいななってましたね。そう、やっぱ覚える系は一晩寝かせんと覚えれんな。でもなんかダンス本当に覚えんの多分早なったなって思う。そうそうそう、僕以外の誰かもかっこいいよね。好きな振り付け、なんやろ、なんやろなんやろ、でもなんか可愛い感じの振り付けやから、僕がもう少し大胆ならもう好きやし、あとは難しいな、あんまり、これは難問ですね。待ってました新学期ね、あれめっちゃ飛ぶからめっちゃしんどい。待ってました、待ってました、新学期あなた幸福日に焼けてる、待ってました、待ってました、痛くてカレンダーの字、ここめっちゃ頭振るって言われた、って言われてもう首取れるかと思う。待ってました新学期はね、感想にすぐ入るんですけど、サビ終わって感想がめっちゃ短くて、んですぐまたサビ始まるから、それがめっちゃしんどかった。バータリーは頭振るね、バータリーも首取れる、あきら先生の振り付けは首取れるね。婦人ボールもいいよね。だから私赤組の曲が好きで、そう、あ、存在してないものとかも好き。そう、曲で言ったら一番好きなんですよ NMB の中で。どうでだったらのにな、なソフトクリームも好き、ヤバンのソフトクリームね。そう、昔チーム N の研究生だった時に5人で歌ったの、懐かしい懐かしい、あの映像見たいな、誰か持ってないかなって。あの頃はボブとかだったなって思う。ソフトクリームな、あれは好き、わかる、赤白ね、面白いよね。そう、私結構いつからいつが最後なんやろ、私が入ってきた時にはもう結構前のあれやったから、あー、誰ため公演の振りも結構なんか独特で好きかも。月の形好き、わかる。知らん曲で盛り上がれるのめっちゃいいよね。私もなんかアイドルの映像とか
結構動画でよく見るんですけど、なんか全然知らないグループとかも見るんですよ。曲知らんけどなんか分からんけどコールできるみたいな曲ってめっちゃいいなって思ってて。 NMB 以外に覚えた振り、でも中学生の時ラブライブのミューズの曲めっちゃ振り覚えてましたね。なんか踊ってみたの映像とか見て踊ってましたね。小学生の時は Perfume さんを踊ってたな。なんかずっとチョコレートディスコとかやっとったし、なんかねえって曲があるんですけど、その曲がめっちゃ可愛くてめっちゃ好きでした。でもむずくて全然踊れんあれは。そうそう、めっちゃむずいマジで。踊ってみたね。ダメだね。そう、めっちゃ一時めっちゃ好きだったからいろいろあれしてましたね。なんか今になって本当になんかどこのアイドルもすごいなって、本当になんかもうなんかすごさが分かりますね。むずいね、マジで。踊ってみたとかずっと見てました。だから踊ってみたとなんかおたげ打ってみたみたいな動画がめっちゃ好きでそう、そういうのばっかり見てましたね。普段あんま鼻歌歌わんかも。なんかショールーム時々やったら歌ってるなんでやろう、そういうところがあるかもしれん。ちょっと気分変えよう。なんか制服のリボンつける瞬間って好きなんですよね。なんか朝こう起きて眠いなと思いながら、なんかいっちゃん最後に制服のリボンつけるんですけど、その時なんかカチッてやると気持ちがなんか変わる感じがするから好きでした。あれはそう、なんか NMB の制服の衣装とかもめっちゃ嬉しい、めっちゃ好き。なんか私朝起きて朝一に着替えるんですよ。だからそうマジでいっちゃん最初に着替えるから、多分ネクタイと一緒やな。なんかネクタイも持ってたんですけど、買ったんですけど締め方分かんなくて諦めました。なんかそうたまに朝お父さんにネクタイ代わりに締めてもらったりしてたんですけど、そのうちだんだんめんどくさくなってリボンばっかりになってましたね。最初はネクタイだった。だからいっちゃん最初はネクタイに憧れてて、本当に、なんか頭に巻いて遊んでた使い方わからんからネクタイをあれしましたね。そう、なんかネット見てもむずすぎてわからんから、人のネクタイ結ぶの難しいらしいね。でも頭にネクタイ巻いてる人ってそんなに見たことないなっていつも思うね。ちゃんとポカポカしてなきゃ。なんかいろいろネクタイの締め方あるけど、なんかそう難しくて。そうよね、コントでしか見んよね。そうなんかな、やっぱなんでなんやろうな。なんかそう
不思議不思議。昔の人やってたんだ。本当にネクタイ頭に巻いてさ、なんかお寿司持って歩いてたんですかね。めっちゃ気になる。なんか生で見てみたいですね一回。そんななんか貴重な動物みたいな絶滅危惧種って感じ。確かに何やろんな。サザエさんでよく見るよね。なんかでもコントですしか見んやつって不思議な気持ちになる。なんかなんか実際ないのになんでコントでやり始めたんやろうみたいな、そこ思いますね。ね、でもなんか確かにお寿司持って帰ってきてくれたら嬉しいけどね。でもネクタイ締めれる人尊敬します。だからすごいなって思う。本当に尊敬する。そう、なんかすごいよね。苦しそう。そんなことないのかな。もう慣れるんかな。この制服とかさ、こんな上まで締めんけど、学ランってさ、いっちゃん上まで締めなあかんかったり、いつもなんか首元苦しそうやなって思う。学ランな、学ラン好きやわ。ネクタイ選手後とか、そうよね、やっぱしんどいんや。そうなんや。学ラン、え、なんか一回だけ来たことある。うん、あ、そっか、 YNN さんでは来てないな。うん、来てなかったわ。それ6期生だけか、来たのは。なんかもう一回来て、上だけなんか借りたことあるけど。そうね。いやでも制服ってね、確かにむずいよね。大変よ、みんな。なんかスーツとかも。おっす、おっす、おっす。あ、来たわ。来ましたね、あのライブで。来たわ、思い出した。チーム M のライブにツアーやった時に出まし、来ましたわ。今思い出した。でもなんか公演とか握手会とか、握手会は少ないかな。なんかスーツで着てはる人ったら、なんかすごいお疲れ様です、ありがとうございますって気持ちになりますね。本当になんか、なんかお仕事終わってなんか公演見に来てくれてる人とか見ると、なんかなんやろうな、嬉しくなりますね。でもそれってなんか別に何の服着てきてはっても嬉しいんですけど、なんかそうやってお仕事の後とかに、合間はないか。そう、なんか楽しみとしてしてくれてはるんかなって思うとあれですね。朝からスーツで
休みの日にスーツは それはちゃう。仕事が私服でも全然、いやでもそう、そういうね服の問題でもないんですけど、そうそうそう、全然何着て来てくれても全然、本当に正探偵とかそういうのかな。難しいよね、でもなんか現場行くとき着る服ってむずくない？私でも、私写真アイドルと推しメンと写真撮りに行くときとか制服で行ってました制服で行ってたな。なんかそう、他がみんな普通に大人とかで普通の服で来るやろうから制服でなんか制服かわいいみたいな言われるのを狙っていってましたねもうそれもできんくなるんや、切ない。そっか、そう、認知狙ってその学生っていうのを全力で活用してましたね女オタあるあるかもしれん、でも女オタあるあるかな、分からへんけど、やってたなそんなことも。やっぱ服一緒っていうのがでも一番覚えやすいかなって最近になって思いますね。結構服とか髪型でイメージ変わるから、そういうとこやね。グッズまだある、なんか捨てれんくて、そうそうありますね。まあ全然どっちでも、確かにね、毎回一緒の服着とるやんって思われるのもいいよね。なんかおしゃれしたいよね、難しいな難しいな。え、でもそんな握手会とかちゃうかったし、お金そんなない学生やったから、そう、写真とかあれでしたね。うんうん、作ってみたいグッズ、なんやろ、なんやろな、分からんな、考えたことなかった。でもなんか、そう、そのグループのキャラクターみたいなあるのめっちゃ好きやから、そういうのあったらめっちゃ買うかも。料理本ね、料理本ね、出したらいいよね確かに適当に料理しすぎるからあれやけど、本当に適当。さっきもね、明日のご飯をめっちゃ適当に作って置いてきました。なんていうのあれ、なんかよだれ鶏みたいなやつを作ってみた。そうそう、本当にざっくりやけど、野菜と鶏肉食べようと思って、もやしばっかり買ってる。だからそうそう、美味しいよね、もやしは神。本当になんかどうもやしのレパートリーを増やすかみたいな感じになっとるかも。うん、
ムルとかめっちゃ作るし、なんかもやしってさ美味しいのに栄養価高いし安くて量あるし、あるしみたいな、めっちゃ便利やなって思う。そうね、お腹を満たすあれね。もやしめっちゃ栄養価高いらしいよ。若ぽんは腐女子なのかな。若ぽん腐女子行ったことないな、知って手出したことないかも。腐女子じゃないな。そう、なんか自分でもその道通ってこなかったのが不思議ですね。でもなんかそう、若い小学生の頃からアニメとかアイドルとかバンドとかいろいろ通ってきたからそっちそういえば行ってないなってたまに思う。なんねえ、大体のあれ行ってきたかも。そういうあれ、あでもアイドルはそんなかな。バンドバンギャ歴が長かったかも。めっちゃめっちゃ長かった気がする。多分そうですね。みんなはずっと NMB なんかな。ナンバーガール知ったのいつ、ナンバーガールさん知ったのいつやろ。分からんな。高1とかかな、高1ぐらいに知って、なんか最初高1の時に10フィートさんっていうバンドをよく聴いてる時期があって、なんかそういう流れでその辺行きましたね。もともと AKB、 おにゃんこクラブ世代。おー、パンキッシュめっちゃ好き。ナンバ乃木電波、ナンバ、お帰ってきた。電波好きだった時期あったな。おお、みんないろいろあれしてきたんですね。何 AKB から NMB とかね。学校でオタク隠してた。中学の時は一生懸命隠してましたね。なんか小学校の時に普通にオタクやってたんですけど、なんだったか、なんか進撃の巨人がめっちゃ好きで、なんか学校でその話とか友達とめっちゃしてたんですけど、ある時なんかオタクキモって言われたことがあって、それから、あ、なんか隠さなきゃいけないんだって思って隠してたけど、多分バレてた。にじみ出ちゃうからね。めっちゃそう、こんなちゃんとしてんかった。もっとなんか丸出しでしたからね。そうそうそう、やっぱ一回隠す時期あるんかなって思う。分からんけど、ちみれるよね。そうそう、カミングアウトはしてないな。高校入ってからもアニメ好きなの隠しとったから、 NMB 入ってからかも。なんか学校じゃ言えんけど、アイドルになったらアニメ好きって言ってもいいんやって思った記憶がある。そう、なんかここの人たちはなんかアニメ好きをバカにせんねやって思って、なんかファンの人に感動した記憶がありますね。そう、そう、 NMB にもね多かったしね、アニメ好き。そう、やっぱね、あれね、人の趣味はね、みんな受け入れていこう。寛容にね。
そうやね、なんかでもオタク隠しとってもネットでつながれる人がおったらまだ心楽になりません？分からんけど。そうそうそう。人権ヘッダー、確かにそうかもね。なんか数年前に比べても全然あれな気がする。鬼滅とかだったり、本当にネットがやる時代ってなんかいいとこもある、まあ悪いとこもあるけど、悪いとこっていうかね、大変なこともあるけどね。そう、普通に生きとったらつながれん、仲良くなれん人とさ友達になれたりするのってめっちゃいいことやと思うね。ネット難しいけど頑張ろうな、みんな。ネット社会頑張ってこの荒波を乗り越えていこうな誰なんやろ、うんうん、まあ誰目線なんやろ。本当に Wi-Fi ないとこ行けやん、もうWi-Fi があるかどうかが一番大事かもしれん。まあ全然アニメのグッズ買わんくなったな、でも。うん。もう最近何にお金使ってるんやろって思う。わからんわ。なんやろうな。なんやろうな。みんな何に使ってるんやろ。食べ物かな。食費数えたらやばいかも。貯金はする。なんか貯金、なんかお金貯めるのめっちゃ好きなんですよ。だからそうそう、曲とか買う。なんか私音楽とかの違法サイト使ってる人が本当になんかダメで、そうだからサブスク入って、サブスクでない曲はあのレンタルショップに借りに行ったりするから、それのあれもあるかも。確かに。そうそうそうよね。こないだだからマキシマムザホルモンさんの CD を全部借りに行ったうん、ないんですよね。なんか追加されるかなって思ったけど、いや多分せんなと思って行ったね。もうそう、でもあれね、 CD をスマホに入れるのがちょっと億劫なんですけど。そう、あとジュースジュースさんの CD も探しに行ったんですけど、ちょっと見つからんくて、それはもうあれしましたね。最近ねハマってるんですよ、レイコの影響かもしれん。なんかそうライブ映像見るのが楽しくて楽しくて。ハロプロ沼ですね、本当に。昔の古い曲、でもなんか松田聖子さんとかめっちゃその辺にハマってた時期もありましたね。なんかコロコロ変わるんかも同じやつ
1ヶ月ぐらい聴きまくって、同じアルバムをひたすら聴きまくって、また次聴いてみたいなのが多いかも。そう、みんないろんなタイプがあるね。なんかでも人のさあ趣味の話とか聞くのめっちゃ好き、めっちゃ好き本当に。全然話してください。うん、なんかだからなんか本当にもうなんか全員みんなに全員になんか自分の好きななんか推しメンでもいいし音楽でもいいしなんかレポート書いて提出してほしい。そう、400字詰め5枚ぐらいで書いてくれたら全然読む。そうだからなんかクランブログとか書いてほしい、みんな。みんなレポート出してください。そうそう、なんか手紙とか本当にめっちゃ送ってほしい。レポート書いてくれたらめっちゃ読む。そうそう、モバメのね、あれでもモバメの返信も長文書き放題なんでね。そういや、モバメで思い出した、ね、昨日の夜中にめっちゃモバメ書き溜めた、めっちゃでもないな結構書いたんですけど、そう、それ朝になって送ろうと思って読み返したらなんか、いやこれ送るのどうしようかなみたいな内容やったから今止まってるんですけど、どうしようかなって感じ。そうそれもだいぶね、なんか一個はなんか昨日だ掘り出てきた、掘り起こしてきた私のマル秘ノートがあるんですよ。それにツイッターにさっき載せたサイン、ボツのサインとかキャッチフレーズとかね、そういうのも書いてて、なんかそういうのでちょっとなんかツイッターにこれ載せるのはないみたいなのもあって、それ送ろうかなって思ってめっちゃ迷ってます。そうでもなんかそれはそういうのじゃなくて、なんか私の目標、あれ知ってます？大谷翔平選手がやってるなんか目標達成シートみたいな、あれ私が NMB 入りたての頃に書いたやつが出てきてめっちゃハマってたんですよ一時。そう知ってる？そうそう、そんなわかなね、あれ意外とみんなそんなわかな好きやねんな。何だっけな、何だっけ、小松菜、水菜、やっぱりわかなみたいなやつ。アホかと思う今見たら。私もそうしようかな、フカポンの思いあなたのところにくるくる回して投げちゃうで、そんなわかなって言ってもらおうかな、変更で。絶対最初の方グッタグタなるし。ちょっと意味わからん感じになってるけどね。そう、わーしか言わんのってさ、なんか寂しいよね。そんなわかな言ってみてほしいね。そう、じゃああれですね。そんなわかなね、劇場が、劇場にね、みんなが来れるようになったら。ちゃんと前置きしてから言いますね。わーじゃなくて、そんなわかなって言ってくださいって。覚えてるかわからんけど。そう、でもだいぶ意味わからんけどね、私の思い投げとんのにそんなわかなって言われるあれが。楽しそうっちゃ楽しそうやけど、でもそしたら本当にずっとそれになるから、まあそれはそれで
考えますね。でもキャッチフレーズ変えたいとかたまに思う。変えんけど、多分私のキャッチフレーズの元が円盤投げっていうのの定着率の低さがびっくりする。そもそも円盤投げをみんな知らんから、砲丸投げって言われるんですよ絶対。そう、それはまあいいんですけどね、別に知ってても知らんくてもどっちでも全然。そう、そうそう、砲丸投げ、そうね、前 MC でそれが何が元でしょうってクイズになってて、クイズをナミちゃんがしてたんですけど、砲丸投げって答えたのを正解って言っとって、後から配信 DMM 見て、え、ほんまに、え、ちょ違うねんけどって思ったら、ちょっと後で訂正されてて安心したんですけど、そう、びっくりした、しっかりしてって思って。そうそう、そう、そこはね間違えちゃあかんとこなんで、ね、円盤投げは人口少ないな。砲丸投げもやってたんですけどね砲丸投げはなんか筋トレすんの嫌やったから円盤投げになった。そう、筋トレ嫌いなんですよ。砲丸投げ太鼓やったね、一回だけやった。ソフトボール投げあった、なんかテスト、体力テストみたいなやつでありましたね。フリスビーとは全然投げ方ちゃうから、フリスビー全然投げれないんですよね。なんか円盤投げできるって言ったらフリスビーみたいなやつって言われるんですけど、いやーちゃうねんなーってなる。ボール投げあんま得意ちゃうかった、なんか軽すぎて投げれんくて、ソフトボール投げなんで2キロないんってめっちゃ文句言ってたそうだよ、20何メートルとか言ったね。円盤投げのやつは1キロで、砲丸投げは中学生は 2.7 キロ、高校生は4キロでしたね。そう、知らんでしょう。女子はね、男子と女子で重さ違うねんですけど、私円盤あるよ家に実は円盤ね持ってるんですよね。ちょっと待ってね、一瞬消えます。死んだ見てほら、円盤持ってるんですよ。なんか昔 YNN さんのロケで一回投げて、で欲しいですって言ったらこれ貼って使わんからね、なんか今度使う時あったら持ってきてくださいって言われて、でもだから一回しか投げられてないからめっちゃ綺麗。そう、でもなんか初めて投げました。結構いろんな種類があるんですけど、円盤めっちゃ円盤について語ってる人みたいになってるけどなんかメーカーとか種類によってなんかこれが投げやすくて得意とかがいろいろあるんですよね。これはなんかあんま投げやすさはそんな、そう、でも高いんですよ円盤って、 何万とかする多分一個、わからん、ググってみてくださいも、う、の、ん、によるけどね、マイ円盤買わんだから、買っても投げるとこないから、学校でしか、学校にあったから買わんかったね。そう、 YNN さんにいただきました。そ
なんか投げる機会ないから、でもそうそう、なんかね別に外で道端で投げたら本当に器物損壊とか傷害罪とかなっちゃうから絶対。投げれん、なんか、うん、投げに行きたいな、なんか陸上のやつ行こうかな、なんていうの、競技場、競技場行ってあれしてこようかな。うん、まあ値段はまちまちですもんね。投げる角度大事ね、遠心力が大事。そうそう、でも河川敷でやってもやっぱ 3,40m はないと危ないし、なんか失敗したら結構変な方向飛んでっちゃうから、やから、そうですね、河川敷で投げるのは結構危ないかなそうそう、公園ですら投げれんね、むずいむずいむずい。投げるとき叫ばないですね、なんか、なんだろう、世界陸上とかは結構叫んでたりするけど、学生で叫んでる人ほとんどいなかったです。やっぱみんなそう、いつから叫び始めるんか分からんけど、恥ずいしね叫ぶの普通に。そうだから、なんか叫んでって言われるけど、叫んだことないから変な感じ。そうそうそう、みんな思春期だからね。円盤投げやってる映像ね、多分 YNN さんの公式ツイッター遡ったらあると思う。阿部若菜、懐かしい、ミドリオナの阿部若菜って叫ぶやつなんかそう、太田梨央奈が雨若菜って叫ぶから、握手会とかでたまに雨若菜ってだけ言われることがあって、どうしたらいいか分かんなくてめっちゃむずかった剣道声出すよね、声出すスポーツって意外と多いかもね、やっぱ気合とかなんですかね。うん、もう10時や、早っ。いや声出すの恥ずかしくない、でも部活とかで、なんか今やったら言えるかもしれんけど、中学生の時とか一番そういうの恥ずかしかった。円盤投げするの本当に恥ずかしかったんですよ。だからめっちゃみんな、なんかいろんなさ、陸上部の人に見られるのはいいけど、なんかそう、思春期やな恥ずかった普通に。だからなんか下校する生徒通るたびになんか土蹴って円盤投げてませんよみたいな感じ出してたわ夏。そうそう、投げてる、もう今更隠してもしょうがないのにね、なんか物珍しい目で見られるのが嫌だったから、そう、そんな時期もあったの。そういえば懐かしい、中学生の頃、高校卒業か、全然実感ないわ。全然ない、高校生の思い、記憶も全然ない。でもなんか私的にはアイドルをするっていうのがいっちゃん理想の高校生だったから、それはでも嬉しかったですね。そうそう、なんか、うん、うんうん、可
からんね。学割なくなるのは寂しい。なんかもっと映画見に行きたかったです。今見に行きたい映画いっぱいあるから行きたいけど、なんか行けん感じのあれじゃないですか。だから学割なくなっちゃうね。寂しい、寂しいっていうか悲しい。そう、一生学割してほしいな。明日から4月かめっちゃでかい声出た。あー、ほんとだね。カルハーレクイーンのやつ見に行きたい。そうそうそう、そうそうだ、明日から4月、そして3月今日で終わりなんですけど、麻雀てっぺんとタンデのイベントもね無事終わりまして本当にありがとうございます。またなんかアップデート、今アプリのアップデートもう終わったかな、ちょっと処理も終わったらまた改めてツイートするんですけど、本当にありがとうございますね。まだなんや。そうそう、 CM がいつ公開かな分からんけど、お楽しみにということで。そう、1位、すごい、本当に本当にありがとうございます。なんか絶対1位無理やって思っとったからさ、びっくりした。そう、思わんかった。なんか結構前かな、16位以内に入るのも無理かなと思って、昔予選みたいなやってた時に、まあでも言うだけ、ちょっと言うだけというか一回チャレンジしてみようと思って、本当にね皆さんのおかげです、ありがとうございます。1位2位は無理やろうけどみたいな感じやったから、そう、麻雀ね弱いそう、ずっと1位な、いろんなとこの歌とかもお、こう何応援というか道してくださって、え、なんかキャッチコピーみたいな、どんなやったかな忘れちゃった。そうそう、だからそれはもうお楽しみにです。私も楽しみに待っとこう。クマタワーですと、お、白ひげのしゅうさんありがとうございます。クマタワーって初めてあれかもしれん。はい、でっかいクマだありがとうございます。お、ワガポンと対戦したことある、やったねやったね。そう、ワガポンのときめきをあれしてるんですけど、アミマルはね知ってるよなんだっけ、アガリハイのミーティアかなそれだけ覚えてる、合ってるか分からんけど合ってるアミマルのやつだけやったら覚えてますね。アガリハイのミーティアってなんやろうって思って、あ、空間ブレイバーって百音さんですかね。そうよねすいません、ウカポンなんやろなでも絶対当たらんよな。まあ予想してお待ちください。12秒っぽいよね、いいじゃん、そういうの好き。でも12秒やからそういうの好きです。でもなんか1ヶ月なんかいつもよりね、前ほとんど他の月より麻雀やって、いやなんかマジでこれ麻雀ルールとか役ちゃんと知らんかったら勝てんなと思って、なんかちっちゃい役っていうかリーチして勝つぐらいならまあ時によりできるんでようになったんですけど、なんかそう普通に麻雀強い人と当たった時勝てんから、そう2万勝てないんですよね、2万点だから、そうなんか腹立つ、悔しい負けたらたまにツイッターにさ、ワカポンと当たった、ワカポン弱かったみたいな書かれる時あって、それ本当に悔しくて、だから勉強しようって思いましたね。そうめっちゃ悔しい
見せたまたまやしって言いたいところやけど、まあ弱いから、そう、強かった、上がる前ペコってされるの、うわってなる私から論するんかって思う。もうみんなでもあれね、本当に沼よね。ただ22時超えても時間気にせずできる幸せ。そうそうそう、難しいよね。みんな麻雀になると大人気がなくなるでもなんかたまに多分振り込んでくれてる人とかいるんだと思うんですけど、分からん、ただその人がミスって出したのか振り込んでくれたのかは分からんけど、そう、でもまあ勝つと嬉しいから勝ちたいよねそう、むずいむずい。いやむずいよね、わかる、ルールむずいむずい。確かにね、なんか配信しながら麻雀しようと思ったんですけど、端末1個しかないからあれでしたね、でしたね、でしたね。一律何パーセントやろ、だから20そんなないかも、ごめん適当に言った。お、メンテナンス中か。とりあえずなんか麻雀の本を買いましたイベント終わったけど麻雀の読むっていうまあでもイベント関係なくね、なんか覚えて損ないしね。今めっちゃ何の曲だろうこれ。あ、イージーブリッジか。赤木って漫画、なるほどね、漫画で覚えるのいいね。春から高校生、若、私も最初でも高校の制服全然似合わなかった。いや今もあれやけど、最初はむずい、マジで。そうなんや、麻雀のやつはでもさっきってアニメしか見たことないけど、多分これはあんま現実的じゃない麻雀なんやろうなって思って途中であれしましたね面白かったけど、そう、麻雀覚えるには多分違うんやろうなってなんとなく察しましたね。そう、さっきお、今日からも豆ありがとうございます。今日からも豆、緊張する、なんかなんか改めてさ、そう、なんか今日これが誰かの一つ目の豆になるんかって思って、改めてなんかそう思うと何送ろうって緊張しちゃう。多分どのメールもあれなんですけどね、毎日マイメール、そうなんです、毎日が誰かのバースデーみたいな、なんかそういう言葉好き。
日毎日が誰かのバースデーはよく考えますね。でもそうそう、おだって今日バースデーの人もさいるやん。おめでとうお誕生日おめでとうございます。明日も明後日もおめでとうございますそうそう、ずっとね本当におめでとう毎日誕生日祝う動画あげようかな誰かの誕生日を祝い続ける人みたいな。いいね、メンバーの誕生日同じなのも。なんか変な空想ばっかするかも。でも今日も今日の夜も寝る前に脳内ショールームしててそうそうそう脳内ショールームしてさ、なんか話すんですけど一人で、なんかその内容を、なんか脳内ショールームはなんだろう、なんかコメントとか全部想像しながら全部喋ってるんですよ。これ言ったらこんなコメントくるやろうなとか、そういうのを考えてショールームするんですけどよくやる、マジでよくやるんですけどなんかそれで話したことを今度ショールームの時言おうって思ったら全部忘れちゃう。でも昨日はメモったんですよ、だから明日言おうと思って。なん昨日の脳内ショールームはなんか分からんけど嫌いなタイプランキングトップ3を聞かれてコメントで一生懸命考えてましたそうそうどういう質問やねんな、そんな質問する人なかなかおらんけどそうそう、嫌いな、なんやろ、昨日何考えてたかな。まず第3位が忘れたな。第3位なんだ、なんだろう、第2位は違法アプリを使う人なんですよそれだけは今言ってて、めっちゃ暗くなってきちゃった。そうそう3位は、あ、そう、なんか人のことを悪く言う人、ネットでそうそう。で1位がね決まるまま寝てしまったんですよ昨日1位、そう、めちゃくちゃ当たり前のあれなんですけど、1位、皆さん的に嫌いなタイプは何ですか、ちなみにそう、ネットで匿名で悪口言う人は第3位ですね。いや第2位かもしれんそうそう、1位、嘘つき、あー確かにね、嘘つきね、人のこと否定する人、確かに。あー、お店の店員さんに態度悪い人も、確かに確かに。みんなあれやな、いろいろあるな。でもあーなるほどね、なんか参考になる何の参考か分からんけど、第1位なんやろうな、何の参考やろ第1位は、ちょっと考えますね。じゃあ、あ、嘘つきか。嘘はでも物によるからいいや。じゃあちょっとシンキングタイムしますね。第1位はじゃあ。めちゃくちゃ声がでかい人普段から声がなんか違うな、
なんかそれはあれがある、語弊がある。別に声が大きい人じゃなが嫌いなわけじゃなくて、なんやろ、声が大きい人っていうかすぐ感情的になる人かな、なんか大きい声を出す人違う違う、なんか声が大きい人とかじゃなくて、なんて言うんやろ、そう、そういうこと怒鳴る人やな、それはそう。うん、でも声が大きいのはいいことやからね、それは個性だから。そう、うん、分からんわ、なんかあんま分からんランキングやったわそんなことをね一人でやってました。第一なんやろうなみたいなのを考えるとこもやるんですよ、ちゃんとほんまにアホやと思う。うん、確かに。だから好きな人、好きなタイプランキングも考えるんです逆にほんまに頭の中ハッピーやわ、そういうとこ。好きなタイプランキングは、うん、そう、ポジティブな方を発表するのがね大事やから。まず第3位、これ1位はでも決まってるんですよ、好きな感じランキングと。第3位は何やる、うんと全然決まってないコメントの方、コメントの方もでも第3、好きなランキングって言ったら、え、なんやろみたいな何々な人みたいな感じのことを考えるね。うん、テレレレン、第3位は人のことを否定ばっかりしない人やっぱなんか、なんか言った時に分かるとか、そうやねみたいなとこから会話に入るのって大事やなって思うめっちゃ真面目。ガチャ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 。第2位は、むずいなこのランキング、むずくない、そんな普段考えか。第2位は予定を提案してくれる人なんか友達と遊びに行く時とかに、どこ行くってなった時に、どこでもいいよとかじゃなくて、ここ行きたいとか言ってくれる人、めちゃくちゃありがたくないですか。そうそういうあれ、そうそう、やばいよね。難波ひなたとか、ここ行きたいですって結構言ってくれるからめっちゃ助かる。そうそう。で、第1位はでも決まってるから。第1位、ご飯を美味しそうに食べる人。これは本当に、もうね、ずっとあれなんですよ。大事やと思う。お、そうそう、やっぱ、なんか私食べるの好きやから、楽しそうになんか友達とカフェとか行った時にニコニコ食べる人の方が楽しい、見てて、ね、まあ別に普段そんなさニコニコ食べんけど、そうそう。で、別に好きな男の人のタイプをあれし、別に言ってるわけじゃないから、なんて人間として女の子とかも、だから別に結婚したい人とかそれはそんなに関係ないそうそう、うんうん、そう、人間として好きなタイプランキングやからでもなんかいいですよね、そういう、うんうん、美味しそうにご飯食べる人はいい、わかるわかる
いい感じに間を埋めてくれる人、そんなに私はでも別になんか沈黙の時間あんま苦手じゃないから、初対面の人と沈黙なってもあんまなんか気にしないんですよ私が。なんか勝手にスマホとかしちゃうからあんまりなんか喋らん人でもあれですね、別にいいかなって思う。好きな食べ物ランキングもよく考えますね。それで言うとそれは本当に難しい、日によるんですけど、1位がパフェなんですよ。それだけは決まってて、そうね、2345まではまあ大体決まっとるんやけど、そうなんか6位7位8位とか13位とかをは日による13位めっちゃ微妙やけど、そうやな、1位パフェ、2位めっちゃ適当やけどな生クリーム、3位チョコとかそんな感じ、甘いもんばっか。あ、でもスコーンも好き最近。そう、確かに28位とかまで行くと大喜利よね。もう28位は何やろ、もやしのナムル好き。そう、甘いものが好き。でも甘いものと嫌いなものね全然ないんですよね。何やろ、お酢、あんまりお酢すぎるものは苦手、食べれるけど。あとはなんかなんて言うんやろ、あれ酢味噌、お酢やなこれも酢味噌はちょっとね苦手ですねそのもうその細かいレベルになる。納豆好き、めっちゃ食べる。納豆は何、3パック1セットを2つぐらいいつもストッキングじゃない間違えた、ストックしてますはずストッキングしてないなんのかなストックしてますあれちゃうね、ズボル。ストックって動詞なんかな、ストックって名詞かな、分からんわ分からんから考えんとこ。そうそう、言い間違えたらあれよね、はずなる。確かに名詞、動詞も名詞もありそう。確かにそういうことにしとこ、後で覚えてたら調べよう。何やろうな、でもそう、嫌いな食べ物はそれぐらいか、全然ないかな。野菜も食べれるようになったし、うん、昔なんか最近ほんと何でも食べれるようになった。何やろうな、なんかうん分からんな。あ、レバーレバーだけはほんとにダメ、レバーはダメそう、苦手ですね。ホルモンとかは好きだけど、もつとかも好きだけど、レバーは苦手。パクチーは分からん、あんま食べたことないかも。そうそう、なんか食感が苦手ですね。美味しいレバーはね食べたけどダメだったの。昔なんか食べさせても親にね美味しいレバー食べたんですけど、激辛料理とかもう無理ですね。辛すぎるものは嫌いなものっていうか、うん、無理やな。
牡蠣全然食べんな。なんかお腹壊すからあんま食べんようにし、お腹壊すと怖いから牡蠣最近避けてるかも。でも普通に食べれます、全然。でも当たったことない、何かに。そう、でもたまにメンバーとかでも牡蠣当たってる人とかいるから、めっちゃ辛そうやから牡蠣はあかんなと。わさび食べれるんですよ。わさびはね、高校3年生になって食べれるようになりました。お寿司にもわさびつけますそんな威張ることじゃないかそんな威張ることじゃないですけどめっちゃ最近そう、わさび、お寿司にわさびとかいらんくないってずっと思ってたんですけど、気づいたらね、わさびいいなって思うようになる本当に食べれるようになった、最近食べれるようになったもん。ブラックコーヒーも飲めるし、そう、ブラックコーヒーはね、カフェオレとかよりブラックの方が好き。紅茶もストレートで飲めますもう高校卒業したんで、もうバッチリです。それは納豆にからしも入れます笑顔、大人なので、もう高校卒業したねそうそう、でも好きな食べ物は全然子供、そうよね、お酒飲めたらもう大人ですね、これは。昔なんかマリリンと溝口マリリンとマリナバナナ歌おうって、何の時やろ、なんかで話しとって、話しとった可愛いよね曲。私が歌い出しの方で、マリちゃんが、あ、なんか何あれの方ね、やったことないね。卒業公演隣のバナナ、マイ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 山根さんとかもね、愛してたね。ね、本当に寂しいね。1番歌ってるつもりが2番やったあるある、なんかあるあるやな。アカペラとかで歌っとったら、歌詞最初1番やのに気づいたら2番歌ってるだけあるあるあるですね。あるよね、やっぱ。そう、あ、間違えたって思うけど、まあ一人で歌ってる分にはね、そんなあれですけど。でも歌うのめっちゃ好き。あんな普段歌わんけど、鼻歌ぐらいでしか、小声で歌うぐらいしか歌わんから、なんか大きな声で歌うことってあんまないけど、好きです歌うのは。やば、もう10時半やん。私何時から配信しとったっけ。9時？めっちゃ喋っとる人やん永遠に喋っとる。なんか最近本当にさ、普段ずっと家でさ、人と喋らんからかな、なんかめっちゃ喋れる最近あ、めっちゃ喋っとる人や。9時前からよね。
間半か。ちょっとじゃあぼちぼち終わろうかな。そう、そうそう、ちゃんと話したかな。話したいことは最後やしな。スクショしとこ。イエイスクショしとこ。ぽい。でもあれよね、ドラフト前毎日3時間してた。いや多分ちゃう人やと思う私ドラフトのオーディションの時全然ジュールもしとらんかった知らんかったわ。そう、なんかでもさ本当に会えんからショールームするしかない。ショールーム したくなるよね、いつもより。シキーン、ラジオ体操しようかと思うもん。なんか朝生活リズム整えるためにさ早起きしてしようかなって最近考えるんですよ。そう、朝ねラジオ体操する配信2019全然できんかったからでもあれめっちゃ恥ずかしいんですよ、うん、びっくりするぐらい恥ずかしいからそうそう。でもなんか今までって8時までしか夏休みじゃない時配信できんかったけど、今って8時以降もできるから。8時までやっけ。そうだから寝坊してもいつかは来ることが来るっていうあれやからね。めっちゃ恥ずいよラジオ体操。学校の人に言われるのが一番恥ずかしかった学校の友達に言われるのが本当に。ラジオ体操の配信で知りましたって人ね割と多くて、なんでラジオ体操だったんだろうね。音楽があればね。そう、なんか朝やってたの見たよみたいな地獄地獄。そう、音楽あったらまだあれやけどね、なんか自分で弾いて録音しとこうかなって。あ、それも一緒かあんまいけど。いや分からん、なんでし始めたんやろうな。なんか 朝やりたかったんですよね確かショールームを。朝ショールームしたくて。あ、そうだ、私朝そう毎朝やろうと思って。でもなんだろう、毎朝メイクするの大変やからすっぴんでもなんか距離取ったら分からんかなと思ってラジオ体操になったんですよそういうこと。そうや、今思い出したわ、距離あったら分からんからっていう、そういう作戦でしたね。そうそう、天才よでも朝弱いからさ機嫌悪い人がダメに会っちゃうから、それがあれなんですよねくしゃみ出る最近。いや謎の需要が意外とあって面白かった。花粉症かも、花粉終わったかもな。でもまあそんなことですねそんな感じです。さあそろそろねお風呂の時間から寝ますラジオ体操朝するかどうかは考えますそういえば夜ご飯食べてないな。なんか今日はいいか。じゃあ13位、カブさん。12位、むやちさん。11位、京都のおやじさん。あ、変わった、ちょっと聞き直そう。あれかも、
く久々に来たからめっちゃ鼻かゆいんかもしれんわ。13位マリア、ちょいがちこい、久男のかなさん、ありがとうございます。12位京都の親父さん、くしゃみ出る出んかった。11位メッチさん、10位のぶ太郎さん、9位ビート&ビートさん、8位カブさん、7位薄池テルトさん、6位なべ太郎さん、5位シュウさん、4位コウさん、3位コロバンさん、2位フッキーさん、1位白ひげのシュウさん、ありがとうございました。皆様長い間あ、なんか夜なったからそろそろね、皆様おやすみなさいの時間です。またね、体調には気をつけて頑張ってねバイバイ、ありがとうございました。ラスト JK。